はいどうも、ナムネです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回は第4節チェルシー戦、そして第5節ニューカッスルユナイテッド戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、前回ですね、ワトフォードになんとか裏でね、試合やって勝ちました。やっぱ失点のね、癖がな、続いちゃってるからな、このヘタフェ。トッテナム戦からか、トッテナムリブルとかも開幕からね、全部失点してますからね、これ。この失点をどうね、途絶えさせるか、これが大事ですね、本当にね。はい、で、ワトフォードで勝ったことで順位は7位ですね。まあでも最初のもうスタートはね、全くどのチームも平等にね、チャンスを与えられてるので、これはわかんないですね。今シティが1位だけど、まあシティがな、昨シーズン2連覇してるからね、2連覇じゃない、昨シーズン、優勝してますから、やっぱシティがやっぱ今シーズンも優勝候補にあることは間違いない。このシティに食い込めるかね、これが大事ですね。さあ、新戦力との融合は結構できてますね、今シーズンね。ディアラがダメ。ハウフィーもダメか。ちょっと中盤痛いですね、これは。エイゾもダメなのか。じゃあ、これでいくか、もうしょうがねえな。これ、今日ほとんど死にますね、これ。今日はもうマニング使いますよ、本当に。ベテランの力。どっちからもいいけど、やっぱマニングだな、ここは。チェルシーだもんな。チェルシーにこれか。テイラが調子いいか。テイラちょっと待とうか。でも今日は全員ね、好調なんで、この勢いを持って、ね、どれだけできるかだけど。ベストメンツじゃないんでね。やっぱりボランチもう一人バックアップ必要だったかな。だってこれさ、ディアラもしダメで、ハウフィーもダメだとしたらね、もういないですからね、バックアップ。まあデンベロ1個下げたり、マニング下げたりで、まあできるんだけど、それにしてもですよね、バックアップはちょっと今後考えた方がそうですね。はい、ということで、チェルシーの前線はタミー・エイブラハム、そしてプリシッチですね。まあでも前回で弱ってるんでね、チェルシーは。総力的にもね、ここは本当に倒すね、絶好の機会なんで、ここ倒しましょう。はい。サンチェスもいないんでね、消えましたんで、はい、ここです。さあ、このチェルシーどう倒すからな。前回は 5-0 で負けてますからね。 5-0 の敗戦からどうなってるかですよね。デンベレ、ジェルビーノ、右足、オッケー、ジェルビーノいいな。今日ジェルビーノ好調だね。ジェルビーノどんどんボール出していいと思う。これは彼を仕掛けさせた方がいい。こういう一発持ってますからね。さあ、プリシッチからここ来るだろ、シュート、ロメロ、オッケー。今日はもうセーフティーに行こう、セーフティーにね。さあ、ボール来て、マクドウォール、オッケー、マクドウォールいいな。伸びてるよ、マクドウォール。さあ、ジェルビーニョ来た、ジェルビーニョ、ジェルビーニョ、うわファールじゃねえの。ファール、ファール、ファール、来た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 。ジェルビーニョのとこファールですよ、これ。アスピリのファール。さあ、ビーンズ、これ。ワンチャンありますよ、これ。ビーンズ、あー、行き過ぎた。あ、行き過ぎたね。やっぱね、ゲージは真ん中よりちょっと低めだね。 40% ぐらいのゲージをね、保てば多分いけると思う。いや、今日は全く自由にさせてないですね、これは。さあ、これでチェルシーどう出てくるか、後半。オーケーオーケーオーケー、ミスってるよ、チェルシー。ハマってますよ、うちの守備。さあ、デンベレ、ジェルビーノ、ジェルビーノからビンズ来た。ビンズ、クロス、デフォー、デフォー、うわ惜しい、まだある。マニングからサミュエル、デフォ右足、うわ惜しい。デフォいいぞ、これでいい、これでいい、これでいい。いや、これラミレスに関してはフルスか、これフルスですね。いや、そこ開けちゃダメだ。ファイエ、ファイエ、シュートー、決められた。チェルシー、エイブラハム来てしまった。いや、ここに入れたことが問題だったな。分かってたはずなのに。さあ、これはもうルスト入れよう。ちょっとテイラー待とうか。さあ、ルスト救世主、デフォー、まあよかったけどね、デフォーは。でも決めてくれればいいシーンでね、決めなかったからな。マニング、マニングから、よしよしよし、ベインズ。さあ、ルスト、ルスト来い、左足、よっしゃ、ルスト来た、ルッソ、ドーン、ルッソ、救世主、来たな。やはりルッソか。素晴らしいな、ルッソ。さすが昨シーズン16点取ってる男、プレミア。いやー、ベインズのクロス素晴らしかったけど、ルッソはやっぱ決めんな。さあ、ウィリアン入ってきたね。ちょっとテイラー入れますか、ジェルビーニョ。ジェルビーニョいいけどな。さあ、ルッソ、ルッソ耐えろ。ラミレス、ここか、まずい、シュート、ウィリアン、オッケー、ロメロナイス。いや、このカウンターが本当怖いんですよ、チェルシー。一気に前線来たらもう終わりだな。ビンズの裏取られてんじゃん、これ。オッケー、スポリッチナイス。ちょっとどっちから入れます、どっちから入れよう。マニングもいいけどね。いや、これはまずい、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 まずい。フーメルス、わー、決められた。エイブラハム今日2点、
嘘だろいやーこれ一気に置き去りにされるな中盤ドスタイム4分あるがフメルス裏取られた、フメルスの裏、オッケーオッケー、ここからだぞ。さあサミュエル、どっちかる、どっちかるから、サミュエル、ファール、ファール、ファール、おお、ルッソ、おお、どっちかる、決めろ、決めろ、テイラー、よっしゃー、テイラー、きたー、テイラー、よっしゃー、チェルシーに同点テイラー来たー、素晴らしいロスタイム、これだどっちかでがこれ打ってテイラーよく来た来たよ、よく追いついた、よく追いついた、素晴らしい。いやでも2失点またしたか、失点は反省せんとあかんけど、よくやったわこのサブ組ね、素晴らしいわテイラー。チェルシーは勝たなければいけない試合で引き分けたと、これはモチベーション的にはね多分チェルシー下がると思うんでね、これ素晴らしいよ、ここに引き分けは価値あるドローっすねこれ。まあでもいいでしょ、これはチェルシーに引き分けだもんな、大きいよな、後ろからチェルシーを追っかけてきてたわけだからね、これ素晴らしいよ。でも失点そろそろなくさないと厳しいね、今シーズンは失点30点以下に抑えたいんで、もうこれから無失点で続けていきたいですよ本当ね。いやディアラどんだけ批判してんのみんな、これファンめっちゃ批判してるけど、前回からそんな悪いか、今日はベインズが悪い、いやテイラー本当いいからな、伸びてますよねテイラーねテイラーマジよくやった、ルッソ、まあでもねちょっとまだルッソはまだわかんない、これはまだワンチャンねチャンスを与えただけなんで、継続して結果出せばデフォーの代わりにね十分なるんで、はい。でも完全ルッソは今完全2番手ですね、もっと頑張ってほしい、頑張れ、もっと点取れるはずよ。ニューカッスルはソルダード、ニューカッスル前回勝ってたっけ、多分勝ってたと思うんでね、ほんとここですね、今日中盤、今日ベストメンバーなんで、このメンツでまたね下せるか、はい、ニューカッスルをねやっていきましょう。さあニューカッスル戦、いやーもうテイラーがよく救ったな本当に、前回はルッソと、やっぱりフルカブはね強いですよ、うちのフルカブはね。さあジェルビーニョ、ルイステイシエラ、クロス来た、おデフォー、オッケーだ、デフォーはそろそろ結果出さないとまずいっすよ。デンベレ、ディアラ、嘘だろ、なんでこんなうまく、まんのソルダード、先生またも失点、全試合失点してる今シーズン、ここ中に入れてもすぐこれ反転されて終わるね、いつものパターンだこれは、これ改善しないとまずいな本当に。ダメです、ジェルビーニョ、ファールはないか、なんでそこでかわされるの、ちょっとまずいよそれ。ディアラ、ディアラ、おぶねえ、ソルダード、おおぶねえ、ソルダード、待って待って、2点目はマジでもういらん、オッケーオッケー、ルシティシェラ取った、取ったよテイシェラ、いいぞテイシェラ伸びてる、テイシェラの左足、オッケーオッケー、テイシェラオッケー、あの1点いらんな、ほんと小さいしなければ勝てるんだけどな、このチームちょっと変えましょう、ちょっと変化をつけたい、ルッソテイラ入れましょう、これはエイズはちょっと後半70分あたりかな入れましょうか、テイラーとルッソには期待してますよ、これここここここやばい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 、シュート来た、さあデフォーも入れようか、これで、あ、デフ、エイズ入れましょう、昨シーズンお決まりだったフォーメーションでいきますよこれは。さあエイズとルストに関してはもうね調子を戻してほしい、さあテイラーからエイズルッソルッソルッソ来い、よっしゃルッソー来たー、ルッソ同点、やはりこの男2試合連続ゴール、途中出場で、やっぱルッソか、ルッソはちょっと舐めてたな、やっぱルッソがこのチームの得点源だってことは間違いないですね、これ過去見てもね、これはいや素晴らしすぎだな、ルッソの得点力、スポリッチ、よしエイズ、さあオッケー、ラミレス、ラミレスからラミレス打て、右足、おお、記憶、いやーこれあと1回チャンス作ろう、ロスタイム多分2分2、3分あるから、オッケー、テイラ取ったよ、テイラから、さあルッソ決めろ、ルッソ、おお、ルッソ
うわー惜しいな。惜しい惜しい惜しい、よく引き上げた。いやルソはちょっと使い続けないとダメですね。これは次回ちょっとルソ先発考えようか。これは2試合で勝ち点2か。日本と失点をなくしたいよね。この失点さえなくなればよくなるから、確実にこのチーム。いや惜しいな。シティはシティ勝ちましたね。9位交代だが、まあでもこっからですね。こっからマンユリバプルは低調ですね。低迷してますからね。これここでまずは勝ち点取ろう。本当にニューカッスルまあまあ調子良かったんだね。そのニューカッスルに引き分けたのはまあまあでしょうね。さあこのプレミアとの過密日程が続いている中ですね。本当あマニングの交渉来ました。この過密日程を勝てるか勝てないかで今後チームのね調子の波がちょっとまた変わってきますからね。はい、ということで次回はいやチャンピオンズリーグ、あヨーロッパリーグね、グループステージ第2節ルツェルン戦、そしてマンチェスターシティですね。これシティありますからな。この2試合ですよ。シティにどう食らいつけるか。まあ、前回どうだったかな。あ前回負けてたね多分ね。そしてそろそろ FA カップもありますしね。ここでチームがどういう流れにね行くかですよね。本当にこれリーグ戦に関しては、まあ、3試合負けてないんでOK でしょう。失点を減らすことは本当に、うん、失点さえなくなればこのチーム良くなるから、うん、まあ、そこの守備の構築、そしてルツとエイズといったねバックアップの、まあ、調子の、ね、向上がこのチーム鍵に握ると思うんでね、今後この2試合ね勝っていければと思っております。はい、はい、てな感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you。